ウルリヒ三世が後に用いた印象。現在のケルンテンの紋章の元となった。ケルンテン公ウルリヒ三世は、クライン領主、ケルンテン公で、シュポンハイム家の最後の領主である。ウルリヒの領地支配は、後代に大きな影響を残した。クラインにおいて、ウルリヒは、かつてのアンデクス家の領地を獲得したが、それは、後のクライン公領の基盤となった。クラインにおける、 ウルリヒの以前からの領地の中心であったリブラナは、クライン領全体の政治の中心となった。また、父の死後継承したケルンテンについては、ウルリヒが用いたシールが、現在のケルンテンの紋章となった。ウルリヒは、フリードリヒ2世紀の日であった、アグネス・フォン・メラーン、および、フリードリヒの名アグネス・フォン・バーデンとの2回の結婚を、 通して、バーベンベルク家の広大な医療を確保しようとしたが、継承者を得ることができずに終わった。短期間の空位時代の後、弟、アクイレア総大司教、フィリップの死により、シュポンハイム家は断絶し、ウルリヒの全所領は、いとこのボヘミア王オたかる2世が継承した。ウルリヒ3世は、ケルンテンコーベルンハルトとボヘミア王オたかる1世の、娘ユーディトとの間の長男である。 すでに父ベルンハルトはクライン返京領を支配しようとしていたが最終的にウルリヒが最後のバーベンベルク家のオーストリア公、フリードリヒニセイの日であったアグネス・フォン・メラーンと結婚することでクライン返京領を確保することができた1251年にウルリヒは父の共同統治者となり1256年に父の死によりケルンテン行為を継承したウルリヒは 父ベルンハルトが始めた領地の開発を継続した。1260年、ウルリヒは、ルブラナ近くのビストラにあるカルトジオ会修道院の創建を終えた。また、フェルカー・マルクトにも修道院を創建した。ウルリヒは、父の医療に関して、弟フィリップとは異なった考えを持っていた。フィリップは、聖職者となり、1247年には、ザルツブルク大司教に選出された。 フィリップはケルンテンを継承する権利を得るために除海を受けなかった。ウルリヒとフィリップは最終的に相互防衛と領地に関して合意し、1257年にフィリップが主教座制度三次会によって敗位された。あとはウルリヒと共にフィリップの後に大司教となったウルリヒ本絶カうと争った。ブラディスラフ本主霊寺園がザルツブルク大司教に選出された時に、 フィリップはもはやザルツブルクに戻ることはできないことが分かった。1267年、フィリップはウルリヒに医療の分割を求め、自らをウルリヒの後継者とするよう提案した。ウルリヒの最初の結婚でできた息子は創生し、二度目の結婚でも子が得られていなかったからである。しかし、1268年12月4日、ウルリヒは密かにポジェブラディ城におもき、 重慶帝ボヘミア王オタカル2世を、ウルリヒの唯一の後継者とする相続契約を、オタカル2世との間で交わした。二百六十九年十月二十七日、チビダーレデルフリウーリで、ウルリヒ三世が死去した後、フィリップとオタカル2世の両者が、継承権を主張した。同年九月二十三日、フィリップは、ア悪意例ア総大司教に選出されたが、教皇が承認することはなく、 1270年、または1271年にフィリップは、オタカルの軍により、オーストリア公領に追放した。これにより150年に及ぶシュポンハイ向けによる、ケルンテン支配が終わった。2番目の日アグネス・フォン・バーデン最初に、オーストリア公、フリードリヒニセイの日であった、アグネス・フォン・メラーニエンと結婚した。アグネスとの間の息子は創生した。1263年、度目に、 バーデン編教博ヘルマン6世とゲルトルート・フォン、バーベン・ベルクトの間の娘で、オーストリア公、フリードリヒ2世の命にあたるアグネス・フォン・バーデンと結婚したが、間に怖いなかった。ありがとうございます。